いよいよ新年度が始まりました。残っておりました特例交際法、先週のこの例会の終わった後、大家委員長のこと、3月31日ぶり特例交際法を含めて、いわゆる予算に関連する関連法案が収束したということになって、いよいよ新年度、今日からいわゆる TPP の特別委員会が今日からスタートしております。鈴木啓介理事等といろいろ発言があっていましたけれども、はい、このルールというかこの TPP というものはこれだけ大きな国際的なものを日本が主導してあのルールを立ち上げている、その肌からこれに関係日本とアメリカが組んできちんと立ち上げて世界の全経済の4割を占めるというこの強大な経済圏というもののルール作りの最初からスタートした最初から一緒に噛んでいったところが一番大きな部署だった。こういったら各例がありませんので、そういった意味ではこれがきちんと動いていくことを今から期待をいたしております。あのまだ農業関係等々いろんな不安があるということで、今今日質問がいくつか立って今ありましたけども、その一つ一つ丁寧に答えが出てますので、その答えを一つ一つ丁寧に説明していくという手間を、暇を手抜かずきちんと対応していくということが求められているのであって、皆さん方地元に帰られたり、また講演会等々でこの問題についてきちんと答えが出せるように、皆さん方がいろいろその点について勉強しておいてもらえればと思っております。今なんていうの、衆議院の選挙制度という話が出ています。関連する人もいろいろいらっしゃるんだと思いますけれども、大島に沿ってあの自民党案を出すという話になって、谷垣幹事長元自民党案というものを提出する要請されておりますので、これに基づいて提出をすることになります。でこれもきちんとしたいわゆるなんていうの、あの有識者の調査会に基づいた案というのがきちんと出されてできておりますので、これをあのきちんとあの仕上げていくというのは大事なことなんだと思っていますので、速やかにこれが法制化をされるわけですけど、望んでおるところでは、もう一個あの選挙制度っていうのはもう小選挙区になる前も大騒ぎしましたけど、前しょっちゅう大きな話ですから、人口が減になってみたり、また人口が移動してみたりすると、これは必然的に1対1っていうのでやってると、これ間違いなくそういった問題が起きるんであって、これは果たしてこの制度がいいのかという根本的なところは別に思いますよ。とにかく東京から神戸までの距離感をずっと歩いても選挙が一つ、北海道とか今度高知徳島で起きてるはずですけども、そういった地域によってはものすごい勢いで、仮想地域によってそれ誰がどうするんだというような話は、これは改めて検討しなきゃならないという大きな問題をここに控え内蔵しているというのは、今の憲法がある限り確実とそれが内蔵されているのは確かですから、そういった意味では我々はいろんな意味でこういった点からも憲法というものは考えてみなきゃいかんのだと思っております。いずれにしても今から委員会それぞれあの理事をされたり、その委員をされたりしておられる方いっぱいおられますけれども、ぜひ自分の委員会一つ一つできちんと丁寧にやらんと、なんとなく緩みが出たとか何とかいう話をすぐに上げつらわれるというのは全くもったいない話なんであって、ぜひそういった意味ではきちんとした対応を皆さん方していただけることを心から期待してご願いします。ありがとうございました。それではマックの皆さん、お願いします。